東東京をリードする名門といえば二松学舎大付属ではないでしょうか。春夏合わせて9度の甲子園出場、特に2014年以降からは夏4回、選抜1回と全国でもトップクラスの実績です。そして1月28日選抜出場校発表にて7年ぶり通算6回目の甲子園出場を決めました。そんな二松学舎大付属について特集を行います。 OB には千葉ロッテの大打者で活躍した初芝さんや、今季から DeNA の投手コーチを務める小杉さん、直近では日本を代表するスラッガー鈴木誠也選手、巨人の中継ぎで活躍する大江投手、北谷の2年目スラッガー秋広選手、千葉ロッテルーキーの秋山投手が現役の NPB 所属選手となっています。また NPB だけではなく、秋広選手の兄亮太選手は中央学院大の中心選手として明治神宮大会優勝に貢献、2015年の主将だった北本選手もレギュラーとして都市対抗優勝を経験しました。二松学舎大付属といえば冬の練習から選手が大きく伸びる傾向にありますが、そんな二松学舎大付属の冬の練習に密着しました。二松学舎大付属は選抜出場の有無によって冬の過ごし方が変わっていきます。選抜出場の可能性がなく春の都大会へ向けての調整を続ける場合は、1月中の午前はランメニューなどトレーニング系の時間を2時間ほど入れます。選抜出場が関わる場合、ランメニューの期間は1月前半まで行い、1月中旬から実戦形式のメニューが豊富となります。取材日の午前は党内連携メニューが行われていました。打球処理判断が甘ければ選手たちから厳しい指摘の声が飛びます。また途中は市原監督の話を聞きながら懸命に取り組む選手たちの様子がありました。その後シートノックに入ります。挟殺プレーの練習に入ります。挟殺プレーの間、選手たちへ厳しく指摘する選手の声がありました。その選手へ注目をしていくと、今年のチームを引っ張る小林主将です。市原監督の信頼も厚い小林選手。
秋の大会まで主将だったエースの布施投手も絶大な信頼を置いています。ですね、あの周りにどん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 行ってくれるんで、そこにそこはすごい頼ってます。小林はその基本的に仲間にも厳しく言いながらその引っ張ってくれてるんで、そこ全員でその小林が言ってくるところに食らいついていったりとか、そういう風にしながらやってます。小林首相も首相としての役割を理解しているようでした。そうですね、そう言わない、自分誰にでも対してものを言えるっていうのが長所っていうか自分のいいところだと思うので、そこを任されてそのキャプテンになったっていうのもあったんで、思ったことは言っていこうかなっていうふうに心がけてます。こうした密度の高い練習だけではなく、ハードな練習も行っていきます。例えば投手のトレーニング、止まったボールへ向かってダッシュを繰り返す捕球練習、外野手はノッカーが2人いるアメリカンノックを繰り返していきます。ここからは注目選手の打撃練習を見ていきたいと思います。今年の選抜でもトップレベルの左打者として注目される瀬谷選手です。レギュラー選手だけではなく、秋のベンチ入り選手の打撃を見ると、多くの選手が鋭いスイングから力強い打球を飛ばしていきます。昨年の夏の甲子園出場チームも、上位打線だけではなく、下位打線もパワフルな選手が揃っていましたが、こうした冬の打撃練習が鍵を握っています。そして投手陣は外野でタイヤを使ったトレーニングに励みます。最後に小林主将と布施投手に今年1年の意気込みを語ってもらいました。とにかくピッチャーとしてのレベルを持って上げて、その勝ち切れる投手というか、そのチームを引っ張れるエースになれるようにというふうに思ってます。もちろん日本一目指します。夏は必ず甲子園に行って進
ですね、日本一取りたいなと思います。日本一は絶対日本一取りたいなと思います。二松学舎大附属野球部の選手の皆様、今回はありがとうございました。選抜から夏にかけて大躍進の1年になることを願っています。高校野球 .com では注目選手のインタビュー記事や野球部訪問記事をウェブサイトで公開予定です。お楽しみに。